皆さんこんにちは、エミです。今日はですね、ちょっとゆるい雑談を雑談形式で、私がなぜワーホリに行ったのかという理由をシェアしたいと思います。まあ先に結論を言うと、私は、日本のカルチャーがすごくこうしがらみだらけで息苦しかったので、ワーホリに行きました。まあ言ってしまえば逃げたってことですかね。すごく、まあ、何をするにも、そんなことできるわけなくないとか、それ危ないんじゃないとか、やめた方がよくないとか、まあ、いろんな大きな決断とか、まあ、学校を選ぶ時もそうですし、一番初めの会社を選ぶ時の、決断とかをする時も、まあそうですね、親とか、親、家族、友人、あとは先輩とかですかね、から、いろんなアドバイスをいただいてですね、そのアドバイスはすごくありがたいんですけども、こうなんというか、ジャッジしようとする文化を感じたというかですね、すごく何か前に進むのにこう息苦しいというか、こう何らかの息苦しさを感じていました。で、まあ英語が少し喋れるようになったり、海外の友達とか、あとはなんですかね、カルチャー、海外のカルチャーっていうのを、まあ主にカナダ、アメリカ、オーストラリアとかかな、まあ欧米のカルチャーを、垣間見てるうちに、日本のカルチャーが少しこう息苦しく、しがらみが多く感じました。で、まあそういう気持ちをずっと持っていながら、何も、まあ特に 何もあのそういう気持ちを持っていながら、大学の頃とか、まあ、高校の頃も行きたかったし、大学の頃も留学に行きたかったんですけど、お金の関係で行けなかったです。っていうのも、うちのお母さんすごくアンチ海外というかですね、すごく保守的、まあ別にあのいいんですけど、すごく心配性なんですね。で、私は3姉妹の末っ子で、もう甘やかされて育ったので、何もできないだろうというか、まあ子離れ、親離れをしていないような、印象があったのかな。で、まあ、お母さんは何かを、私が何かをするたびにすごく心配して、こう制限しようとするというか、まあそれは心配だからなんですけど、まあ親になったら私もそういうのがわかるんだろうなと思いながら、ありがとうと思いながら見ていますが、まあ、そういうのがありました。で、まあ、社会に出てみて、こう周りでも本当にすごくいい人たちに会社でも恵まれていたので、まあ、いろんなアドバイスをいただいていました。まあ、私自身がそんなに計画せずにこう思いつきで行動する手らいがあったのを皆さんが見ていてですね、ゆうちゃんこういうとこ気をつけた方がいいよとか、こういう準備はしてた方がいいよとか、いろんなアドバイスをくれる中に、結構こう本当に私の中でしがらみでしかないと捉えてしまえるような、それはやめた方がいいとか、そんなことをやっても意味がないよとか、結構ジャッジメンタルなあのアドバイスをいただくことがありました。で、I was just like, leave me alone. It's not your life, my life. っていう感じですね。なんて、日本語にするとすごく強い感じなんですけど、まあ、ほっといてくれよと。アドバイスしてくれるのはありがたいんだけれども、これはあなたの人生ではなくて私の人生なので、自分で決めたいっていう感情が結構強く生まれた時期がありました。
まあ、なので、そういう気持ちを持ちながらですね、海外の文化を見ていると、ああ海外ってすごく自由だなと、自分で思ったことは自分で始めることができるというか、まあ、日本でもできますけど、なんか始めやすいのかなと思って、そういう雰囲気にすごく憧れがありました。で、それが合うか合わないかっていうのは行ってみないとわからないなと常々思っていてですね、まあ行ってみるしかないかなと思って、よしワーホリに行こう。その頃は25ぐらいでよし行くぞって思って、英語の勉強、まあ英語の勉強というか、まあ、英会話の練習ですね、英会話の練習を始めたのと、お金を貯め始めました。で、まあ、2年後にお金がまあ大体貯まって、で英語力も大体ついたところで行くことになるんですけども、理由が理由でですね、まあ、日本のカルチャーというか日本の文化が好きじゃなくて行ったので、すごくアメリカナイズ、ウェスタナイズされに行った感じがありましたね、最初は。で、行ってみたら行ってみたで、やっぱり辛いこともありましたし、こう、なんですかね、言葉で説明できない、まあ、辛いこともたくさんあったんですけれども、まあ、結果的に行ってすごく良かったです。自分が日本人であることとか、日本人として海外にいるということ、まあ、もしくは英語を学ぶってどういうことかとか、世界において自分、まあ、日本人として、どういう軸を持ってなきゃいけないというか、日本では感じなかったことっていうのをすごくたくさん感じて、まあ、1年っていうすごい短い期間だったんですけど帰ってきました。で、まあそのすぐ後に働き始めた時に、日本の会社ではあるんですけども、開発を全部 US で行っている会社の製品を日本で展開しなきゃいけないので、まあ、日本にお客さんがいる製品だったので、その製品をどう日本のユーザーに届けるときにカスタマイズして届けるかっていう、ローカライゼーションっていう工程があるんですけど、そこの何ですかね、プロダクトマネージャー、製品的に開発との、やり取りを担当していました。まあ本当に日本のカルチャー、まあ、お客さんが日本にいるので日本のカルチャーとアメリカのカルチャーで作られた製品との板挟みで、結構なかなかタフなポジションだったんですけれども、まあどちらの文化も、まあ、一つのテーブルに乗せて、まあ、いい面と悪い面もどちらもやっぱりあるんですけど、見てみて、そのこうカナダにいた時も日本人であることっていうのをすごく考えたり、働き始めてから製品っていうものを軸に日本のカルチャーとアメリカのカルチャーっていうのを見たりしていました。すごく面白かったですね。まあ、いろいろと考えたこともない状況になったり、考えたこともない、日本とアメリカの違いの差をまざまざと見せつけられたりですね、いろいろと面白い経験をしたんですけれども、こう自分のアイデンティティについて考えるっていう機会がすごく増えましたね。日本にいた頃は全然そんなことを考えたことなかったんですけれども、まあ、どのアイデンティティが正しいとか、まあ、なんか間違ってるとかそういうものじゃないとは思うんですけど、こう自分の軸ってどこにあるんだろうみたいな、こうアイデンティティ、まあ、よく自分探しの旅みたいなことを言いますけど、自分を探すには自分と向き合わなければいけないので、それはどこに至って
できることかと思うんですけれども、状況を、まあ、環境を変えると見えてくる自分っていうのもあるかなとつくづく感じました。うん、なので、語学をやりたいのであれば日本でもできます。全然問題なく喋れるようになります。海外に行かないと英語ができない、できるようにはならないと思っている方は、間違いとは言わないですけども、そんな必要はないです。海外に行く必要は全くないです。現に私も海外に行く前に、英語はほぼほぼ今のレベルぐらいまで、結構荒削りだったとは思いますけど、自分の気持ちとか自分のやりたいこと、自分の意見を難なく、ステートできる、こう言葉にして相手に届けるっていうことができる状態で、相手の言っていることに対して自分リアクションできたり、自分の考えをまたお返しするっていうことができる状態まで持ってきました。まあ、結構、まあ、スクールとかには行ってなかったですし、まあ、ひたすらアウトプットの練習をしてたっていう、結構無駄が多かったかもしれないんですけど、その状態まで持っていけたので、日本でも全く問題なくできると思います。ただですね、海外で生活しないと見えないことってたくさん今振り返ってみてありましたね。日本で日本のカルチャーをベースにして、まあ、アイデンティティの中、やっぱり日本の文化しか知らん、日本でしか住んだことなくて、日本の文化に基づいたマインドで話す日本語って日本人なんですよね。で、海外の人、まあ、自分と全然違うバックグラウンドを持っている人とお話をするときに、使っている言語は英語なんだけれども、カルチャーベースが日本だと、こうやっぱり噛み合わないところとか、こう前提が前提でないので、そもそも全然通じないとかってよくよく出てきます。で、そういうのを感じてちょっと違和感がやっぱりありましたね、海外に行く前で。行って1年経って、文化っていうのを存分に体験しながら1年そこにいて、地元バンクーバー出身の人とか、カナダ出身でバンクーバーに来てる人とか、また他の国、結構ワーホリの人たちがすごく多かったので、バンクーバーは、あと留学生とかもいましたね、多く。そういう全く自分とは違うバックグラウンドを持った人たちと触れ合うことで、まあ、その人たちを比べるではないですけども、その人たちとの違いっていうのを感じる中で、あ、自分ってこういう人なんだなっていうのをどんどんこう自分の中に気づいていくイメージですかね、ビルドアップしていったような感じでした。うん、なので最初は日本から逃げたい日本のカルチャー息苦しすぎ、しがらみ多すぎと思って、ちょっと一旦、海外の文化が自分に合うかを見てみたいっていうのがメインの理由として、私はワーホリに行きました。で、帰ってきて、いろんな人と触れ合う中で、自分ってどういう人なのか、日本人としての自分、まあ、その日本人として、日本人としての自分が海外に行っていろんな人と出会って、まあ、自分がどういう人なのか、自分の価値観って何なのかっていうのをすごく感じながら1年間過ごして帰ってきて、で、すごく、いい体験だったなと思います。で、一番面白かったのが、海外に行った時のカルチャーショックってほぼなくて、で、海外に1年間いて帰ってきた時のカルチャーショックの方がすごかったです。わおっていう、1年しかいなかったのに、日本ってこういうもんだっていうのを、まあ、ちょっと忘れかけていた時に帰ってきて、いろいろと、まあ、サービスの違い、こう接客とかサービスの違いもそうですけど、食とか、まあ、こう社会のシステムがワークしているスタイル、社会のシステム
自体も全然違うし、それに向かう人の意識っていうのも全然違ったので、いや面白いなと思って、もっともっとこの異文化理解っていうものに、興味を持っていきました。うん、英語を使って仕事をするようになって、ワーキングカルチャーっていうのも面白いなって思ったりしましたね。はい、なのでもし、これからワーホリに行こうとか、私みたいに日本って息苦しいなって感じてる人がいたら、ぜひ海外のカルチャーで自分の身を置いてみるっていうことをやってみるのも面白いと思います。本当に自分が見えてきますね、自分と向き合って。日本で暮らすってすごく楽というか、まあね、自分が生まれ育った国なので、言葉も問題ないし、こういうもんだって知っているので全然困らないですね。いわゆるコンフォートゾーンっていうものですね。自分が知っている世界、何もニューじゃない、何もチャレンジングじゃない環境に身を置くってすごく、心地いいかと思うんですけども、そこから一旦出て自分を見てで帰ってくると、すごく視野が広がっていて、今まで考えもしなかった、可能性っていうのが見えてくるなと思っています。英語でよく Get out of your comfort zone って言うんですけど、コンフォートゾーンにいつまでもいたら成長はないよって言うんですね。あっちの人は、あっちの人っていう言い方もどうかなと思うんですけど、よく言います。私の友達とか、まあ、先生、カナダにいた時に、まあ、こんなことしたい、まあ、日本人で英語勉強したい、英語をやりたいって言って働きたいとかって言って海外にいる身だったので、なんでなんでっていうのもそうだし、日本ってこうなのとか、日本ってどういう国っていうのをすごく聞かれていた中で、少しずつ自分のアイデンティティを確立していって、まあ自分ってこういう人なんだなっていうふうに客観視できるようになって、視野が広がって、自分の成長にもっとこう素直に行動を起こせるようになったかと思います。しがらみにとらわれずっていうやつですね。 This is what I wanted, I guess。 なので本当にワーキングホリデー行ってよかったなと思っています。もしアンダー30かな、ワーホリは年齢制限があるのであれなんですが、ぜひですね、まあ、少しお金の余裕があって日本にいてもどこでも仕事ができるとか、もうリタイアなさっているとかであれば、ぜひ海外に自分の身を置いて、コンフォートゾーンから出てみるっていうのが、いうのをおすすめしたいと思います。まあ、言えば簡単なんですけどね、やるのは難しいです。でもすごく、価値観を変えてくれたり、気が楽になったりするんじゃないかなと思っています。うん、なんだか取り留めもない話、雑談してしまいましたが、まあそれがね、 That's what I meant 、こういうふうにゆるっと自分の考えをシェアできるといいなと思って、この Vlog を始めて、撮り始めてみました。こういうゆるゆる動画もいいねって思っていただけたら、 LIKE お願いします。こういう動画、ゆるい動画は編集が必要ないのでどんどん上げていけたらなと思っています。はい、なんかね、最近面白い体験をいろいろしていましてですね、皆さんとシェアしたいことがいっぱいあるので、なんかこう、もしかしたら消すかもしれないんですけど、どんどんシェアしていきたいと思います。 Alright, thank you very much for watching. I will see you in the next video. Bye bye.